世をにぎわすグルメタレントは多忙でつらいね。今日も一件ぶった切ってやったけど、さてどうやって金に変えるかな。この後は証券の撮影だっけ。はい、昨日 SNS で告知していますので、視聴者も生放送を楽しみにしているかと。盛り上げのための桜も準備させてます。君もよく分かってきたじゃないか。じゃあ向かおうか。圧勝券のチェーンかなんてみんなびっくりするだろうね。またいろいろと金が転がり込んできちゃうな。これはこれはお世話になっております。すみません、アジファイトの件ですよね。はい、録画はできてるんですが、編集でどうにもならない手違いがありまして。例の穴埋めの件です。まあアジファイトではあれでしたが、証拠写真とかいろいろありますし、改めてうまく盛り上げますんでね。いやいや、心変わりなんてとんでもないですよ。どこぞの元野球選手じゃあるまいし、売れなかった僕がここまで有名になったのも公式認定のおかげですから。なのでですね、例の穴埋めが終わりましたら、僕が主役の制作委員会の立ち上げを。切りやがった。まあいいさ、これから金はたんまり入ってくる。金さえ積めばあの人だって。3、2、はい、どうも、味見学こと宮沢ひろむの配信チャンネルへようこそ。今日は重大発表ということで、新宿から生放送でお届けしています。皆さん驚かないでくださいね。なんとこの度、圧勝券のチェーン展開が決まりました。病に倒れた創業者から僕に託された圧勝券、その本物の味を全国にお届けできることになったんです。お店にはさまざまなお祝いも届いているとのことで、早速行ってみましょう。こんなにもたくさんの方が、僕とお店の味が愛されてる証拠ですね。どうも、失礼します。なんだこりゃ、こんなもん台本になかったぞ。巨食の大嘘つき野郎、グルメタレント宮沢ひろむ殿、てめえは多くの料理人から誇りを奪い、多くの客から笑顔と生きがいを奪った滞在人、自分だけが私腹を肥やし大衆を欺いて大量の欲望を奪った極悪人を、
俺らは感化しねえ。その歪んだ欲望、我々怪盗団が頂戴します。なんだこれは。ふざけたマークを。これって宮沢さんが何かサプライズで用意したものじゃないんですか。だからそのままにしておいたんですが。バカ野郎、なわけないだろうが。早く全部剥がしやがる。カメラも止めろ。なんだ欲望を奪うだ。ふざけるのも大概にしてほしいね。せっかくここまで来たんだ、あと一歩なんだ。ここであれを盗まれるわけには。やっぱあれ想定外のことだったんだ。てか怪盗団って。あ、私知ってる。この間ぶつかり男もこういう予告状があったんだよね。よし、宮沢は確実に予告状を見たな。異世界でお宝も権限しているはずだ。生放送で多くの奴らに集大もさらせたしな。いい気味だぜ。でも本番はここからだよ。リーダー、準備はいい？